どうも、長峰大です。刀慎一郎です。いきなりなんですけど、しんちゃん。はいはい。もののけ姫のメインテーマって何だと思いますか？メインテーマ？なんかこう、人間と自然の共存みたいな雰囲気なんじゃないの？実際この人間と自然とか自然を大切にみたいなイメージがすごい強いんですけど、うんうん、この自然に優しいジブリブランドっていう枠組みを、実は宮崎駿監督が嫌ってるっていうのは、ジブリファンには結構有名な話でして。そうなんだ。はい。で、そして、このもののけ姫を作る前の企画書の段階で、宮崎駿監督監督が本当は何をテーマに据えていたのかを実は説明してくれてるんですよ。まずその企画書の一部を抜粋してみますと、はい、像を描くがそれはもっと大切なものがあることを描くためである。呪縛を描くのは解放の喜びを描くためである。描くべきは少年の少女への理解であり、少女が少年に心を開いていく過程であるって書いてあるんですよね。はあ、つまりもののけ姫はあまりにもいろんな要素がてんこ盛りになってて、一回見ただけだと何が主軸か分かりにくいと思うんですけど、アシタカとサンの恋物語とも言える相互理解っていうのが主軸になってるみたいなんですよね。でもこれぶっちゃけ分かりにくくないですか？まあね、ピンときてないね。ではこの映画の主軸がなぜ分かりにくいのか、これ大きく分けると2つ理由があると僕思ってまして、うん、うん、1つ目は主人公であるアシタカの演出のせいなんじゃないかと思ってまして、はあ、とにかく何を考えているかが分かりにくいやもんで、カヤにもらった黒曜石の小刀をサンにペってあげちゃう白状者みたいな話も結構出てくるじゃないですか、アシタカって。あ、確かにね。でアシタカが分かりにくいキャラになった原因として、以前宮崎駿監督が語っていたもののけ姫を誰向けに作ったのかという話から考察してみます。もののけ姫の対象は1997年公開当時の子供たち向けなんですが、うん、この世代のこの特徴として、物心についた段階で不況の時代で、宮崎駿監督は具体的に生まれてきたことを祝福されていないと感じている世代というふうに言っていました。これは生まれた段階で前の世代の負債を抱えているとも考えられますよね。まあまあまあ、はいはい。僕はこれをアシタカで表現しようとした結果、冒頭のキャラ立てが薄くなり、結果として何を考えてるか分かりにくいってことに繋がってるんじゃないかなって思ってるんですよ。はいはいはい。具体的な話をしますと、映画の冒頭というのは本来なら物語の指針であり、主人公が向かう方向を色濃く演出するために主人公の目的や悩みを見せることが一般的ですよね。まあそうだろうね、うん。でもアシタカは呪われて旅立つまでに本人の意思がほとんど存在していないんですよ。ああ、そうかもね。おうおうおう。何も悪いことをしていないのに、村の娘を助けるため逆恨みに近い形で呪いを受けてしまう。はいはいはい。要はこれバブル崩壊や環境問題、まあ、当時だったらあの大躍進とかありましたよね、90年代って、うん、ああ懐かしいね。はい。あと社会保障問題、年金問題であったり、少子高齢化の足音など、先の世代で生まれてしまった負債を運を癒さず背負わされた状況という意味で読み解けませんかね、この明日からの状態って。ああ、まあ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 。ちなみにこういった話題でこう昔の世代のせいでみたいな論調の方もいると思いますけど、僕個人としてはそうは思えなくて、うんうん、結局のところ人間なんて目の前の一日を精一杯生きていくことしかできないと思うんで、個人レベルで考えてしまうと、その負債というものもあくまで上の世代の人たちが必死に生きた結果でしかないと僕は思えるんですよね。それを後出しじゃんけんでどうこう言うよりは、先の失敗を踏襲して改善していくとか、明日かのように自分で大切だと思えるものに精一杯向かっていくことの方が考え方として僕が好きってだけの話なんですけど。あ、はいはいはい。で話を戻しますと、明日かは世相を反映しすぎたために映画の主人公としてはやや分かりにくい見せ方になってしまったんじゃないのかって思うんですよ。で分かりづらくしていると思う2つ目の理由が時代劇っていう部分があると思います。あ、はいはいはい。もののけ姫は具体的に西暦何年かまでは明言されていませんが、室町時代が舞台となってまして、この時代というものは南北朝時代から応仁の乱で京都が怪人に帰したり、それが全国的に波及していって戦国時代突入みたいなね。はい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 、はい、つまり日本全体が混沌としていて、上から下まで生きることは戦いそのものの時代だったんですよ。ではこの時代のどんなポイントをアシタカが曇りなき眼で見ていくかと言いますと、はい、この時代の人たちは生きるために戦っていました。百姓一揆がいい例でして、兵能分離はまだされておらず、本当にみんなが生きるため家族を食わすために戦っていたんですよね。
つまりここで起きる争いの中には当然善と悪という単純な二元論は存在していないはずなんですよね。はあ、はい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 。まさにタタラバとシシガミの森の関係性ですよね。具体的に言うと人間の求める豊かな暮らしと自然界の動植物の世界の両立は非常に難しいという話ですよね。はい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 。まあ、ここ便宜上あえて使いますが善と善がぶつかり合ってお互いに譲歩は不可能、しかも片方しか生存できないという局面では一体どうすりゃいいんやって話になりません？確かにね。もののけ姫のポイントってまさにここですよね。はいはいはい、そうだね。ちょっと分かりにくいアシタカで答えが存在しない問題を見ていくっていうのがもののけ姫のストーリーなんですよ。そりゃ難解に決まってますよね。そりゃ分かんねえな。もうそんなストーリーの中だからこそアシタカが僕は輝くんだと思ってて、うん、自分とは全く関係ないところで生まれた像によって呪縛を受けて、そして譲歩、うん、が存在できない場所でたった一人理解と共生の大切さを説いて、まあ結果的に崩壊は止められなかったんですが、その行動によって人間の傲慢さと愚かさを具現化したかのような三の心を救うっていうのがもののけ姫のお話ですもんね。はい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 。理解の大切さと困難さを描いて、どんな不幸な状態になろうが憎悪に飲み込まれず大切なもののために精一杯生きるというテーマが非常に高精度で表現されてるって僕は思うんですよ。もうまさにさっき言った企画書の話というか、あの像を描くがとかいろいろあったじゃないですか。もうまさにこれを全部書いていると僕は思えるんですよ。ただこの映画最大にして唯一の問題点が、問題点、処理していかなきゃならん情報が多すぎるってことぐらいですかね。ああ、わかりづらくなっちゃうっていうかね、量が多すぎてね。だから今回はちょっともののけ姫は実はこんなテーマで作られていたって話をしたんですけど、もうちょっともののけ姫の中に仕込まれた要素を個別に考察していきたいんですよね。はいはいはい。僕の人生で一番好きであり一番見た映画はもののけ姫なので、もっともっと語りたいことがあるんで、まあでも一つの動画にしちゃうと時間が長くなりすぎるので分割していこうと思います。だから続けて続編を見てよかったら見てほしいんですけど、ちなみにもののけ姫徹底考察パート2、アシタカの望みとはってやつですね。おお、望み。はい、あの分かりづらいアシタカをちょっと紐解いてみようって話なんで、じゃあお疲れっす。